明日が大会か、はい、22キロ減量22ですね、はい、すごいね、きつくないそんなに、はい、そこまできつくないです。今3年生だから来年は出れるけどね。そうですね、来年も、はい、出たいと。ホップステップやね、はい、もうステップになればいいねなるよね、まあ、出てもおかしくないもん。全然最初の動画に比べたらものすごいいいと思うよ。自分でも思うやろ、最初から比べたらいいってね。まあ最初の時よりは全然、まあ、でもこうなる確信はあったやろね、これぐらいになるっていうのはね。もっと良くなるって思ったよ ね、 多分ね。正直自分の中でもっと良くなるかな。もっとカットがあるって思ったやろ、はい、カットがあるかどうかも体質的なもんもあるし、まあ、やり方もあるしまあでもサイズも大事やけんがね、足とか良くなったよね。客観的に見るのはなかなか難しいけどね、はい、ものすごいよく見える時あるよ、はい、うん、結構いいなって思う時ありますけど、そういうのが全然ダメだと思う時もあるよ、うん、まあ、それそういうもんだよね。だからまああんまりこう大げさにならないけどね、冷静さを保ってね。でそのものすごい良くなったとか大したことないっていうのは明日分かるけどねですね、はい、相対評価やから、うん、自分が決めることじゃないけどね、うん、まあ、それは謙虚に受け止めてね、はい、またそれも大会ものすごいいい人が出ればね、話は別やけんがね。ただ学生大会も最近いいけんがね。そうですね、見る限り去年のレベルとかも結構高かったですね、うん、いや今年また一段上がってると思うよ、はい、もう高校ぐらいから始める人いるけんね。だからそれぐらいレベルが高くなった方が面白いよね、うん、参加者も多いしね、うん、みんな頑張ってるやろしね。ですね、出てよかったね。よかったです、はい、ね、まあ、明日アクシデントがなければ出れるけんがね、はい、まあ、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。